パドレスが2日、日本時間同深夜、トレードでナショナルズからフアンソと外野手を獲得することが分かった。米スポーツ専門局 ESPN など複数の主要メディアが報じた。ナ軍からはジョシュ・ベル一塁手もパ軍に移籍。パ軍は交換要員としてマイナーの有望株ら若手5選手と通算196本塁打のエリック・ホスマー一塁手をナ軍に譲渡する。真夏の移籍市場で最大級の大型トレードが基本合意に達した。大リーグはこの日東部時間午後6時、日本時間3日午前7時がトレード期限で、大物の移籍ラッシュとなる1日。パ軍は、チーム本塁打で、ナリーグ14位など攻撃力に課題があり、強打者の獲得に動いていた。パドレスの本気を見た。ヘーダー取ったのも驚いたけど外も取ったか。これは、ワイルドカードではなく、ドジャースを空気だね。ダルビッシュにとっては朗報。タティスも戻ったらマジでエギー打線になるね。外としては決まって、本当良かったね。23歳の外は2018年に19歳でメジャーデビューし、2020年に首位打者を獲得。今季は2年連続でオールスター戦に選出され、ホームランダービーでは初優勝を果たした。今季は101試合出場して打率246、21本塁打、46打点、6盗塁。7月中にはナショナルズからメジャー史上初の4億ドル超えとなる15年総額4億4000万ドル、約582億円という残留オファーを断ったと報じられていた。パドレスは通算125セーブの左腕ジョシュ・ヘーダーを1対4の大型トレードで獲得。投打で積極的な補強を敢行し、ダルビッシュ有投手にとっては強力な援軍となりそうだ。主砲の一人のフェルナンド・タティス遊撃手の復帰も間近でパドレスの追い上げが注目される。これは MLB 史上最大のトレードだな。パドレスはヘーダーも獲得したし、パドレスのプロスペクトはスカスカになったし、今年にかけるってことかな。ドジャースとは10ゲーム差以上あるけど。気になって眠れなかったが早めに決まってよかった。外タティスジュニアマチャドが並ぶなんて考えただけでも恐ろしい。ダルビッシュには強力な援護が期待できる。ダルビッシュ、スアレス、マルティネスがいる球団に移籍。パドレスから誰がワシントンに行くかわからないがサンディエゴは今年にかけたんだと思う。ポストシーズンで日本球界にも馴染みの3選手が活躍する姿を見たい。変な形でアメリカに渡ったグリエルがいるヒューストンをパドレスがギャフンと言わせる試合など見てみたい気がする。ダルビッシュもドジャース時の投球を挽回するチャンスが訪れると思う。まだこれからナショナルズで活躍するのかなと思っていたが、パドレスにトレードするのか。ただ、これで少しでも投手陣への援護は期待できるし、ダルビッシュの勝ち星を一つでも増やせるなどのプラスの面が多いから、パドレス側は良いトレードだと思う。頑張れ外。外も23歳なのはわかるけどナショナルズは決して負けトレードではない。ウッド、エイブラム、ハッセルは将来的にかなり良い補強になる。現時点ではパドレスのが良い思いするかもしれないけど当たった時にでかいのはナショナルズだね。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。